はい、こんにちは、ゆうのです。今日は2月23日 CP プラスにやってきました。はい、ということでね、今日は、CP プラス、初日になります。はい、ちょっとね出遅れたんでね、だいぶねもう帰り自宅系な人も多いみたいですけど、私はねこれからちょっと中見に行こうかなと思っております。はい、ということで会場入りました。はい、おー賑やかでいいですね。まず入ると OM システムがあって、正面に富士フィルムですかね。はい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 。で、私はとりあえず、ニコンブースへ向かいたいと思います。はい、ニコンブースに到着しました。大きいね。さすがのブースの大きさですね。はい、ね、まず外側、この辺がニコストップの、作品とかですかねが置いてあったり、体験コーナーなんかがありますね。はい、でこっちの方が外で大きなパン、スクリーンがあって、いろいろ映像系ご紹介。はい、でこちらの方が、Z マウントシステムということで、カメラレンズがいっぱい並んでおります。はい、なるほどなるほど。でこっちステージ感かなんかやってるみたいかな。はい、でここが、モデルさんとか撮れるのかな。そんな感じです。奥の方が 8K ギャラリー。はい、うわーすごい大きい作品がいっぱいある。はい、という感じな、ざっくりですけど、はい、こんな感じなニコンブースになってました。はい、そしてニコンのね隣、ソニーさんのブースを通り過ぎて、こっちに来ると奥にタムロン、手前にコッシーナですね。コッシーナさん、コッシーナさん、はい、ちょっとねここも寄ってこうと思います。はい、真ん中のこの辺にねニコン Z 設計を交換レンズっていう形でね、ノクトン223とかね235、マクロハポウルトロとかね、皆さんこの辺に並んでおります。はい、アポランダーとかねノクトンずらっと並んでますけども、はい、これがね50の F1、 この間、今日か発表されてたじゃないね、今日発売ってやつですかね、2月23ですからね。はい、おーすごいね、こんな感じなんだ。はい、という感じで、はい、全ラインナップ並んでおります。はい、続いてね、タムロンさんやってきましたよ。タムロンさんはね去年、発売された、Z マウント用のね7300、私もねちょっと体験を、ね、させていただいたレンズになりますけど、あるのかな。はい、はい、タムロンさんのレンズねずらーっと並んでて、はい、真ん中ちょっと右寄りぐらいにある、この奥のねこのレンズが Z マウント対応したね7300F4.6.3 というね、レンズでした。はい、これもね非常に使い勝手のいいレンズでね、これ以前ねレビューさせていただきましたけど、
田村さんね、今年はね、どんなレンズを、ジェットマウントで出してくれるのか、期待したいと思います。はい、そしてタムロンさん通り越して、トンロックパナソニックさん隣にあって、パナソニックさんは、通り過ぎてきちゃったんですけど、隣がシグマさんですね。昨日ね、まさかの発表あったのを、皆さん見ましたかね。でニコン Z マウント用レンズをね、シグマさんが出すというところでね、まさかの電撃発表みたいな感じでしたけどね、ちょっとそれの参考出展がどっかにあると思うので、見ていきたいと思います。はい、シグマさんもね、外側に、ずらーっとレンズが並んでおります。この中で端の方かな、はい、端の方にね来てみるとね、ちょこんと置いてあるレンズがあって、はい、このね3本かな、これじゃないかな、これこれほら、これ参考展示というところでね、 16mm、30mm、56mm の 1.4 のねジェットマウント用レンズというところで、はい、並んでおります。はい、これね結構楽しみですね。はい、はい、ということでね、シグマさんをね、参考展示という形でしたけど、はい、レンズのね形大きさはねちょっと見ることができますね。当然ね触れはしないんですけど、まあ見るだけですけどね、できます。はい、でもねあれですね、なんですか、 DX APS-C 用ですね、レンズしかね発表されてないですけどね、シグマさんのね単焦点ね、結構気に入って使われてる方もね、F マウントの時はいたんじゃないかなと思いますので、はい、これからね、どういう感じでシグマさんがね Z マウントを、ね、参入してくるのかというところもねちょっと楽しみに、していたいと思います。はい、会場のね、はい、で右奥にはね、まあ、ひときわ大きいキャノンブースというところですね。はい、もう今は困ってる。やっぱキャノン人気がわかるよね、これ人多いもん、うん、やっぱね、ニコンもね、人多かったですけどね、もうニコンはね、やっぱ本物のね、カメラをお届けするっていうところでね突き進んでいただきたいなと思います。大事なセリフで噛んじゃったんでね、はい、すいませんが、はい、富士フィルムさんもね、はい、もうね独自路線のカメラがねずっと、貫いてますけどね、まあ根強いファンが見てらっしゃるという感じでしょうか。はい、で、はい、ぐるっとね回ってまたニコンブースに戻ってきたので、はい、まあ、ニコンのものは、いろいろねニコンプラザ東京とかで、体験とかねしているんで分かっちゃいるんですけど、まあ、せっかく来たのでね楽しんでいこうかなと思います。はい、プラス、ね、2023、会場に、来てみましたということでした。はい、まだね今日始まったばっかりで日曜日、2月26日かなまでね、やっておりますのでね、お時間ある方、足を運べる方はねぜひぜひ、会場に来て、見てはいかがでしょうか。はい、やっぱりね新製品ね、
見たり、触ったりね、あとはまあ普段ね、なかなか、見ない画さんとかでもね隣にあって見たりとかもできますしね。はい、でね、やっぱねニコンに関しては、はい、ニコンブースね、85mm1.2 とか、あと ZFC ブラック、はい、あとは 26mm ですね。そういうね新製品もね置いてあったり、しますのでね、こう、触ってみたり、体験してみたりということで、はい、ぜひぜひニコンブースにね来てみてほしいなと思います。はい、あとねやっぱね Z マウントのね、レンズもね、ニコンだけじゃなくてね、コシナさんとかねタムロンさんシグマさんというところでね参入もどんどんしておりますので、そういうね、ブースにもね足運んでみるといいかなと思います。はい、ということで、本日のね動画以上としようと思います。はい、まあ、私がね、バリバリのニコンユーザーということもありね、CP プラスのね主にニコンに関連したところっていうところで紹介させていただきました。はい、まあね、使ってるのがニコンじゃなくてねキヤノンだよとか、ソニーだよとかフジフィルムだよとか、パナソニックだよとかね、などなど、他の方がねこの動画見ることもあるかと思いますけれどもね、まあぜひねニコンのカメラ、一度ね触ってみていただきたいなと思いますので、ね、ぜひぜひこちら CP プラス2023のねパシフィコ横浜会場にねお越しくださった場合には、ニコンのねブース立ち寄ってみてください。はい、最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。はい、ちょっとでもね参考になったよとか良かったよとか、あと、最後までね、見てくれたよという方は記念にという意味も込めて、高評価ボタンを押して帰っていただけると助かります。はい、励みになりますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。あとね、このようにねイベントのもの、あとは、私の持ってる製品の紹介動画とかもね、今後ね上げていこうと思っておりますのでね、よかったら、チャンネル登録してね待っていていただけると幸いでございます。ではでは、本日はねご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。